こんにちは。7月24日でわこが生後11ヶ月になりました。なこは3歳になりましたよ。なので今回も10ヶ月の成長記録いってみよう。まず離乳食が始まったことが大きい変化ですね。もうほんと上手にね、もぐもぐ食べて、今は3回食でしっかり食べてくれてます。ほぼ毎回完食です。すごいよね。次は数秒立てるようになりました。自分でね、パッてこう両手をパッてこう広げて、気づいてると立ってるの。で、私が数えた一番最長記録は7秒立てました。パチパチパチ、そう、それとあとパチパチパチね、拍手が上手にできるようになりました。どうぞパチパチパチして、なくさんもやって、パチパチパチやってみて、一緒に教えてあげて。そう、パチパチパチはパチ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 はうんね。上手にできるようになりました。あと相変わらずバイバイはまだ手首です。お父さん、バイバーイ。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 見えてるかな？手首です。まだこれ、これですね。で、あとはね、どうぞができるようになりました。ね、なこちゃん。何かおもちゃく、あ、じゃあこれ。はい、どうぞ。はい、じゃあねーねーにあげて、どうぞって。ちょん。見えないね。ちょっとこっち来て。ちょうだい。上手。ちょうだい、どうぞが上手になったんだよね。はい、どうぞ。はい、ちょうだい。はい、見てあげる。ちょうだい。こうやって素直にね、渡してくれるようになりました。ちょっと前まではこうなんとなくくれるんだけど、手は離さないって感じだったけど、最近はちゃんと素直にね、何でもかんでもこうくれるようになってきました。ね、上手になったよね。あと9ヶ月のいての時は、あの絵本がねめくれるようになって、こう厚い絵本を渡して結構めくってたんですけど、最近はもう薄い本でも上手に1枚ずつでめくるようになってきて、しかも破いたり口に入れたりすることは絵本ではなくなりました。ね、前はもうほんと薄い絵本渡すと食べてねやっちゃったからなかなか渡せなかったんですが、ね、わこがペラペラ取ったら上手にできるんだよね。ね、そうなんです。これがわこが来ちゃった。そうそうそう、それわこが1枚取っちゃったんだよね。そう、でも綺麗に取れた。なんかね、引っ張ったとかじゃない、なんかパロッと1枚だけ取れちゃったんです。でも食べてないしね、ぐちゃぐちゃにもしてないし、偉いです。とあと成長で、成長というか、多分和子の今のバイブームがなんかね、勢いよく後ろにドーンって倒れたり、前にバーンっていったり、バーン、無言。痛い、笑ってるし。気をつけて、いきなり後ろから。あとね、頭をブン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 ってやるの。のこさんやって、頭ブン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 はブン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 しないの。だってやってよ、ブン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 。なんで食べないの。バナナです。ブンブンしております。なんかね、最近ちょっと落ち着いてきたんですけど、どのくらいかな、10ヶ月入ってすぐあたりぐらいからもうすごいね、バン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 って振るようになって、でも2週間ぐらいで落ち着いたかな。もう激しい時は一日中頭をね、バン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 振ってました。ねえ、赤ちゃん、ブンブンしてよ。ブンブンブンはもうしてくれなくなっちゃいましたね。
それとあとはもうどんどんダメっていう言葉の意味とかも分かってきてくれて、本当にね、和子ダメだよって言うとピタッて止まって、なんかいたずらしてた手を離したりとかします。でもいたずら全開ですもういろんなことします。ティッシュ全部出したりね、いろいろしてくれます。あ、それと10ヶ月になってからじゃないんですけど、9ヶ月の本当終わり、まあほぼ10ヶ月かなの時に始めた夜間断乳で、もうしっかり寝てくれるようになりましたが、やっぱりね、夜中2回くらい起きるかな。でもうーって言って割ともうすぐ寝ます。でちょっと寝ないなって思った時はお水をあげるともうすぐねポテンって寝ちゃいます。はい、歯も生えました。上2本新たに生えました。下も1本出てきました。下もここ出てきましたね。いっぱい生えてきました。あと1ヶ月で1歳になると思うと早いですね。ほんと早い。ナコの時はね、1歳になった時髪を切って筆を作ったんですが、ちょっと和子さんはまだまだこう短くって、だいぶ伸びたんですけどまだまだ短いので、ちょっともうちょっとお預けですね。以上、和子の生後10ヶ月の成長記録でした。じゃあまたね、バイバイ。Ha ha ha!